さあ、次のステージスタートしていきますが、前回28番、岡村選手ですね。岡村選手、スタートしてください。自分かけの選手です。なおですね、A 級のこのゼッケンは年間固定ゼッケンになります。A 級のゼッケンは年間固定ゼッケンになっております。先シーズンのですね、総合ランキングによってこの 今シーズンのゼッケンがいきます。おっと岡村選手転んでしまった。バンク角 100% 以上いってしまいましたね。さあ岡村選手リカバーして、走り始めております。先シーズンのランキングのゼッケンということになります。ですので胸のゼッケンつけるんだ、あるいはカーナンバーで、さあ、トム選手がゴールです。次がスタートしてきましたが、ゼッケン26番、高橋選手スタートしてきました。高橋選手がスタートしてきました。この選手は宮城県の選手、この選手は宮城県の選手です。GSXR 750で走っております、高橋選手ですね。